大正元年に創業いたしまして、もともとはその綿とかシルクを織っているところだったんですが、昭和7年に今使ってますションヘルという織機を入れまして、でウールを本格的に始めました。シャトルというこの火なんですけども、これを飛ばして織っていく手織りに最も近い自動織機なんですね。今の高速織機と比べると5分の1か10分の1ぐらいのスピードしかないんですね。まあ、ああいう古い織機で作ったものが、まあ、自分は時代遅れだと思ってたんですけども、海外のバイヤーさんにプレゼンする機会があって、こう生地を見せたんですけども、その時にもうヨーロッパでもこういう作り方はほとんどしてないと、まだこういうことをやっていたのかっていうふうに大変驚かれまして、これは時代遅れじゃなくて宝というか、まあ、大事なものだったっていうことに気づかされまして、伸縮性のあるウールですとか、まあ、天然素材にはその必要以上の張力をかけずにゆったりとしたリラックスした状態で織っていくことができて、さらに空気も含みながら織っていくことができる、また形状が安定してますから長年使い続けることができる、そういう特徴があります。2012年に100年になりましたんで、もうあと100年は絶対にやろうと思って、いいものを丁寧にやってるという評価を100年続けようと思うと、機械ももちろん維持するんですが、その技術自体も熟練のものから若い方へっていう、そういう伝承をしっかりして丁寧な日本の中でのものづくりをしっかりと続けていきたいなと思います。それがまあ世界レベルの商品となって世界に発信できたり、世界のたくさんの方々が喜んでいただけるような商品になればいいかなと思っています。